はい、どうもおはようございます。今日はね、このオールドローズの中でもね、ちょっとこう変わり種っていうか、ちょっとマニアックなね、そういうちょっと品種をね、紹介したいと思います。あのバラってもね、いろんなのがあるんですよ。その中でもね、特徴的なものね、ここにあるのはね、そのモスローズっていう、そういうコーナーになってます。モスっていうのは要するに苔ですよね。あの下にこう張ってね、あのあるでしょ、あの渓谷なんか行くとね、グリーンの綺麗になってるでしょ。あのイメージのね、要するに何ていうか、幹っていうかね、つぼみとかそういうイメージなんですよ、モスローズで。何が苔かというと、はい、これこちらちょっと見てください。このね、ここに特徴があるんです。ほら、これここ、花首っていうかね、ここ、まあ、幹もそうだけど、ほら、これ苔に見えないですか。なんかこう苔がここにくっついてるような、これね、こう なんとなくモコモコモコっとしてるでしょ。ほらね、これが苔っていうかモスなんです。で、このモスローズって全部みんなこんなになってますね。ほら、でもほら、こっち、こちらね、これもまたオールドローズ、かわいいでしょう。ほら見てください、これね。こちらはね、ジェームス・ミッチェルって言います。かわいいでしょう。ほらね、あー、いい匂いするね、本当にします。ほらね、なんだろうこれ、なんかこう、なんだろう、増加みたいね。なんかあるよね、こんな感じでね。 お菓子でもあるな、こんなのなお菓子でこうね、作ったようなのがあるよね、甘いやつ ね。これがモスって言います。これほら、ここにあるのは全部モス系が全部植わってます。見てください、ほら、みんなそうでしょ。ほらね、ほら、なんかこう、これ普通の敷き先なんかはこんなないもんね。このね、これがモスって言いますね。全部そうです。これ種類がいろいろありますけどね。ね、ほらね、幹もね、結構ね、毛がすごいですよ。毛っていうか、トゲがすごいですよね。細かいですよね。ね、ほら、こんなでしょ。ほら、ほら、トゲっていうか、なんちゅうのか、もうね、密集してますよね。うん。ね。ちょっとマイナー、マニアックな。要するに、もうマニアックっていうかね、まあ、モスだけ集めてもいいと思うんだけどね。うん。これ、ブラッシュモロっていう種類みたいですよね。社長は結構好きですか？私、個性あるの大好き。大好きですよ。でね、これこっちこう行くでしょ、まあ、みんなそうですよね。これ全部モスローズね、いろんな種類ありますよ ね。こちらはなんかブラックボイらしいんですよ。ブラックボイだって。これモスですよね。でね、はい、これもそうね。ほら、モス、ほら、これなんかよくわかるでしょ。ほら見てください、これ、これなんか気持ち悪いって言えば気持ち悪いよね。ね、それでね、こんな綺麗なもの咲いてるよね。ほらね、これかわいいね、綺麗だね。これ ラネイって言います。ラネイ、はい、いい香りするね。ラネイね、これもモスローズです。でね、モスローズの極めつけ、これ、はい、びっくりするでしょ。これ見てください、これこの幹、気持ち悪いな、つう感じ。これ見てください、これ、なんかこれね、なんかアブラムシでもないけど、すごいでしょ、これ。この、これ、気持ち悪いよね、これね。ね、どうですか、これ。これね、あの、ムスード、ね、ムスードジャポンって言います。もう、これがもう、最たるものだよね。モスローズの。ね、なんでムスードジャポンっていうのかね。日本の、ね、これがとにかく、あの、モスローズの中では一番もう最たるものです。逆に気持ち悪いって感じね。花は綺麗ですよ。そう、アブラムシみたいなんですよ。これがほらね、よくこんな風になりますね、アブラムシね、こうやってね、じゃないんですよ。これもうなんていうか、そのトゲがこうね、変形してみたいな感じね。一見時間が経ったトゲも面白い。うん、そう、一見ちょっと気持ちが悪いね。そういったね、でこう、あの最後になってくると、やっぱり一応トゲらしくなりますよね。うん、これがね、ちょっと前のこれの後ですよ、これね。一応、まあ、ものすごい密集してますよね。ね、こう面白いでしょ。ね、こちらがモス系のコーナーになってますよね。